こういうところで一つ真由美さんきっかけにしてくれればいいんですけどね。あ、そうですよね。ここは大きなね、チャンスの打席です。落ちた。それを見て三塁ランナーが帰って1点返しました。3対1ポテンヒット。雨の甲子園、今日ウルトラの夏、タイガースファンが初めて大きく沸きました。3対12点差。詰まってよかったですね今のは。完全に詰まってますね。あのどちらかというと今はもう本当にアッパースイングになってるんですよ、ええ、でアッパースイングに行く前にバットが当たって、バットに当たってくれて上に上がったかなっていう感じで、ほうほうほう、あれからちょっと余裕ができるとね、ええ、もうバットの下っ面に当たりますから、はい、ほとんどコローになるんですけどね。ゴベスが1点を稼いで3対1。